はい、どうも、キッカーです。今回はですね、30回ですね、覇者の塔30回に挑戦したいと思います。理由としてはですね、前回の動画でね、カムイをね、使えないとか言っちゃったんで、まあ、それでも、一応、超重心祭の限定キャラですからね、そりゃね、普通のやつが強いですよ。ということで、前回避けちゃった分、今回はカムイを上げる動画を作っていきたいと思います。それでですね、まあカムイ2体とアーサー2体で言ってるんですけども、これはあの本当に俺がエデン手に入るまではずっとこのパーティーで覇者やってま覇者30回はやってました。30回バベルが出てきた時に下のバベルにカムイの SS を打つと切り上げて、多分ねこう2体分ダメージが入ってる気がするんですよ。僕はよくわからない。多分入ってるんだと思います。すごい減るんです。ということでね、それで頑張っていきたいと思います。ただですね、この神さん、ダメージオール持ってないんで、そうですね、その最終戦のバベルまで、どうにか連れていく。どうにか連れていかなきゃいけない。そう、こういう風になられるとね、困るんですけど、どうにかカムイを最後まで連れていくんだっていうね、燃える展開、そういうのでやっていきたいと思います。よいしょ。でね、アーサーだとねすごい楽なんで、よし、まあこんな感じでやっていきたいと思いますね。よいしょ。ちなみにそういえばね、あれですね、塔は一応今月分の塔は全部終わったんですけど、私ね、塔をこうクリアする前は、今回の塔の報酬のガチャは絶対に超重心祭まで待って超重心祭に引こうってね、心に決めてたんですよ。でもね、塔が終わって10分後ぐらいですか、オーブもう2個になってたんですよね。どういうことですかね、本当。病気なのかもしれない。もうね、オーブ溜まったらすぐ引いちゃう。多分病気なのかもしれない。やばい、カムイが結構痛いところに。あれ、待って、いきなりクライマックス来たんですけど、大丈夫この動画。よいしょ。ほら、アーサーさん強いですね。アーサーさんさすがですね。そしてよいしょ、どうしよう。アーサーさんオーケー。危なかったですね。危ない本当に。とりあえずあれですよ、まだちゃんと1回目なんで、はい、1回目ちゃんとね、そこはね、2回目だったら2回目って言うようにします。だからこれで本当終わってくれるといいな。よいしょ。ドラカムイさん強い。あんま減ってないけど。それでね、やっぱりね、アーサーはね使いやすいですよね。よっ、お願い、2体に当たって。そう、アーサー、そうっすよね、クリティカルが出るようになったんですよね。いや本当にありがたい、本当にありがとうございますって感じですよ、本当。いやー、アーサー、そして、いや、なんかこれ本当にカムイが強いって動画よりアーサーが強いって動画になりかねない気がするのは私だけ。まあとりあえずね、やっていきたいと思います。あと、そうですよね、明日からそういえば、マーベルツムツムコラボですよ。マーベルツムツムコラボ、すごい肉、すごい肉、マーベルツムツムコラボ、どうなんですかね。スパイダーマンが結構なんかガチャ的には強そうな感じはしてますよね。でもスパイダーマン多分あれ33回とか、あとはマリシテンとかに使いやすそうかなってやつですよね。だから、今回は引かなくてもいいかなとは実際は今は思ってるんですけど、まだね、
こう病気が発症するかもしれません。いつの間にかオーブがなくなってるというね。よいしょ。いやさあ、よし、縦レーザーは回避して、なかなかね、そう、こういうところがね、きついんですよね。うわぁ、そう、ほんと、カムイさんね、こういうところきついんですよ。OK、OK。でも、いいところに。これ、ダーサーに当たってから、左のカムイさんに、当たりたい。おお、たまたま入った。ラッキー。OK。よいしょ。お、アーサー2体に当たれる。おいおい、今のところね、今のところいい感じですよ。これはね、このままカムイを最後まで持っていきたい。ただね、ぶっちゃけ言うとあれなんですよね、あ、ミスった。大黒だからアーサーをもっと右目にすればよかった。今思い出しました。まあ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 、でも僕もね、そう、最後のバベルはカムイでなんとかなるんで、いざとなったらここで撃ちます。こいつ、あれ、あ、剣持って、あ、撃てないやん。なんやそれ、溜まってないじゃん。あ、そうですか、失敗した、恥ずかしいことした。頼む頼む、あ、お兄さんも死んでくれない。あ、爆発くらった。あれ、ちまって、これな、あれ、大黒天のステップは、え、あと一旦、あれ、これこのステージはステップはなかったんでしたっけ。あれ、ステップって、あれ、こんな人、あれ、よくわからない。あれ、ステップ何段目、ステップは、まあいいや、いいや、とりあえずやっていきたいと思います。ここね、そう、左のお面をね、倒さないように倒さないようにって。おい、さあ、ここですか。まあ軽く当たる分にはいいんですよね、お面。よっ、これなら大丈夫、これぐらいなら死なない。よし、お面頑張った。これはね、SS 撃った。ああ、撃っちゃいます、撃っちゃいます。大丈夫です。カムイが、バベルは倒してくれるんで。OK。そう、こんな感じで。よし。あとは、剣取りたいけど、それでお面を壊すのは嫌だ。よっ、おったー。おお、いい感じじゃないですか。次が不動ですね、不動。よいしょ、よいしょ、入るといいな。あ、入った、入ったけど全然減らない。いや、そこですか、そこにダメージオールしますか。どうしようかな、とりあえず、よいしょ、頼む。オッケー、いいね、頑張った。そして、これはね、いや、これはでも結構早い、早く、いや、ほら、こんな早いんすよ、こんな早いんす、アーサーさんのおかげで。ということでね、さあ、ここでやっとね、カムイさん、やっとここでいいところを発揮できる。とりあえずはまず下のやつか、あの、雑魚処理ですね、雑魚処理で。で、次が、はまってるかな、いいか。とりあえず1体を確実に。はい。そして、カムイ。さあ。どうしましょう。ワンタッチなら許す。どっこいしょ、どっこいしょ。めっちゃタッチしてる。やばい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 。まあ、これで
いや、これでまあこっからですよ、こっから、こっからなんですけど、どうしよう、左のね、こいつを倒さなきゃいけないんですよね、実は。これなんだろう、ぶつかってるかな。あ、ぶつかってた。あー、変なことしてる。そしてこれ、まあそうですよ、まあこれですよ、いい、こっからね、カムイさんの良さが出るんですよ。よし、ライキリエって、ほらね、ほら、なんかそう、2体分当たってるね、気がね。その前に死んじゃうじゃん、死ん、危ない危ない危ない、よっ、やったやったやった、オッケーオッケーオッケー、とりあえず倒して、あー、やばい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 、どうしよう下のやつに当たらないっすね、これじゃあ。これは普通に下がっていくしかない。それじゃあ、はい、オーケー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 、さあ来ました、さあ来ましたよ、こっからですよ、こっから、よいしょ、あー、さあ頑張って、さあ、うわー、きつい、いける、え、カムイは、このカムイはあれか、どうしよう、剣を取ってライキリで決めたいけど、これはですね、ハートはだけは取りたい、剣は取りたくない無理か、どうやったらいいんだろう、ワンタッチだけして剣を、いや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 、 これで、まあやばい、どうだ、頼む、剣を、そりゃ取っちゃいますよ、俺下手くそすぎる、泣いちゃう、そして死ぬかもさあ、アーサーさんです、アーサー打ちます、頼む、このターンだけ、一ターンだけ耐えてくれ、お願い、耐えた、いきますよ、これ、これいけるんじゃないですかね、ライキリ、アーサーに当たりつつ、お願い、はい、来た、ということで、カムイの強さ、出たかな、出たといいな、この動画、出たといいな、どっちかっていうとアーサーの強さかもしれないですけど、まあね、多分俺よりか上手い人だったら、もっと簡単にクリアできると思います。カムイ30回に使ってみたらいかがでしょうか、という動画でした。ご視聴ありがとうございます。